人、物、金をテキサスへ CCIM のルークですアメリカ議会は22日の週に超党派の議員団を台湾に送るということです台湾の立法院、国会で影響力を増す見通しの第三党とのパイプ作りを目指します軍事や経済分野で 円滑な協力に不責を打ち中国に対抗する狙いです与党民主党のアミ・ベラ下院議員は19日日本経済新聞の取材に対して野党共和党の議員とともに、えー、近く台湾を訪れると明らかにしましたベラ氏は下院外交委員会のインド 太平洋省委員会で民主党トップを担い法律や予算の策定で影響力を持っています台湾議連の共同議長も務めていますベラ氏は13日の総統選で勝利した与党・民主・進歩党の来・政徳副総統に祝意を伝えると話しました台湾の将来は 台湾の人々に委ねられるべきだと強調し、台湾統一に向けて軍事や経済的な圧力を続ける中国を批判しました。すべての立法委員、国会議員と話す必要があると唱えました。議員団が来市だけではなくて、野党の国民党や台湾民衆党の要人とも 会談するとの見通しを話しました特に第三勢力の台湾民衆党との関係づくりに意欲を示していますアメリカ議会と2019年に結党したばかりの新しい政党である台湾民衆党の関係についておそらく深い関係はないと認めました来週が5月に 総統へ就任した後。台湾がアメリカ製武器の購入や軍事訓練を円滑に続けるには。台湾民衆党が鍵を握るとみています。来週が属する民主進歩党は十三日の立法委員選で。百十三議席のうち、五十一議席にとどまり。いずれの党も。 単独で過半数を獲得できませんでした台湾民主党は八議席を確保しただけですが来政権が政策を進めるには台湾民主党の協力が必要となりますアメリカ戦略国際問題研究所は民主進歩党の過半数割に関し来市による 政策の推進をとても難しくすると指摘しています来時期相当の言葉や立場にしっかりと注意を払うべきだと中国に台湾への圧力を強めないよう訴えています来市は総統選で中台関係の現状維持を主張し台湾の 独立を目指さない立場を示しました中国は台湾情勢をめぐり、まあ、いずれ完全統一を実現する立場を取っていますベラ氏はアメリカ議会が中国との対話を増やそうとしており中国を訪れる議員が増えていくとし 入れない分野を含めて対話や議論のルートを確保することが重要だと表明しましたバイデン政権は偶発的な軍事衝突を避けるために中国との対話を拡大していますアメリカ議会では民主党のシューマー上院院内総務が率いる 超党派の議員団が、2023年10月に北京を訪れ、習近平国家主席と会談しています。これから台湾、そしてそれに対する中国の出方が見ものです。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。